坂田市定期航路事業所旅客ターミナル。ここから旅客船、ニュートビシマが発着している。ニュートビシマは、かつて、坂田氏が所有した、総動化客船。日本海に浮かぶ離島であるトビシマを結ぶ、唯一の交通機関である。1989年就航。2010年7月16日、トビシマの就航により引退した。日本初の総動化客船であった。 津島海流の中にある飛島に向かうため安定性が良く揺れに強い総動船を採用しているが223トンの小型船であるので乗船の際は船酔い対策が必要である旅客輸送とともに食料品などの生活必需品もこの船によって運ばれている船備え付けのクレーンで十二フィート輸送コンテナを後部甲板に積載しており出港前 入港後に岩壁で荷役作業を行う光景が見られる。飛び島の住民にとって欠かすことのできない船である。カーフェリーではないので、本船で車を運ぶことはできない。引退後は、ニュージーランドのシーワークス社に売却され、シーサーベイヤーとなり、調査船、支援船などとして運用されている。船内は、5人掛け座席が並ぶ客室があり、ほとんどの旅客はここで過ごす。 船底には小ぶりなさじ期席がある。上層階の特別席は追加料金を支払って利用できる。売店はなく自動販売機と衛星電話の公衆電話、冷水機が備え付けられている。ニュートビ島は建造以来20年が経過し、対応年数が近づいたことから新造船を就航させることにし、2008年4月に建造を開始した。 2008年4月20日付山形新聞の報道によると、要目は次の通りである。2010年6月28日、後継船の浸水式が、坂田市の安倍市長出席の元尾道市の瀬戸内、クラフトで行われ、飛び島と命名された。アルミニウム製の総動型旅客船217トン、全長39メートル幅10メートル、現行。 ニュートビシマと比較して定員は70件の230人となるがバリアフリーに対応し車椅子席も設けられた。建造費は7億2000万円。2010年7月17日に就航。飛島、ありがとうございます。